2024年、カナダが世界を驚かせる軍事プロジェクトを発表しました。カナダ国防省は、最大12隻にも及ぶ通常動力型攻撃型潜水艦の調達計画を進めると明らかにし、この秋には、具体的な情報提供依頼書 RFI が発行されたとの情報をキャッチしました。今回は、そんなカナダ潜水艦調達に海上自衛隊対艇型が選定、海外建造に、決着を詳しく見ていきますね。それにしても、やっぱり VLS 搭載潜水艦が欲しいのかと思った。本格的に、一人式 533mm 魚雷発射艦からの巡航ミサイルも同時に輸出開始かな。世界の海軍における通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は、潜在的なもの、すでに顕在化しているものを含め、かなり活発な状態にあると見えるが、規模的にも、後者の中で、最大クラスの案件と言うべきカナダが動きを見せた。カナダは、今年2024年7月の時点で、同国のブレア国防大臣が、最大で12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を進めることを明かし、同年の秋までには、RFI 情報提供依頼書を発行する予定であるとコメントしていた。このブレア国防大臣のコメント通り、2024年9月17日に、カナダは RFI 情報提供依頼書の発行を実施し、カナダ海軍が考えている12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達について、大枠の要求が判明した形である。その RFI 情報提供依頼書によれば、カナダ海軍の12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達は、大きく1実施に要する期間、2対象の潜水艦の入手手法、3対象の潜水艦に求められる能力の一部が記されていた。個別に、その中身を、もう少し詳しく見ていくと、まず1実施に要する期間に関しては、現行でカナダ海軍が運用中のヴィクトリア級潜水艦4隻が、2030年代半ばでの退役の方向であるため、新型の潜水艦は、2028年までに契約を行うとされている。そして、その契約締結から7年後の2035年を目途に、新型潜水艦の1隻目を受領する予定であるとされており、最終の12隻目の受領年度は、まだ現段階では未定だが、太平洋方面と大西洋方面に半数ずつ6隻を分散配備することを目指すものである。続いて、2対象の潜水艦の入手手法に関してであるが、当初は、このカナダの12隻に及ぶ通常動力型の攻撃型潜水艦の調達の件が報じられ始めた時点では、他国の案件と同様に、自国内での建造を志向するのではないかとの見方も根強かった。しかし、いざ蓋を開けてみれば、今回カナダ側が発行した RFI 情報提供依頼書では、新型潜水艦の調達は、自国外で建造を行い、完成したものを輸入する方式で進める方向であることが記述されていたという形となった。そして、最後の3対象の潜水艦に求められる能力に関してだが、まずは、精密打撃が行える攻撃能力を有することが打ち出されており、兵装の種類も、対潜、対艦攻撃用の長魚雷、対艦攻撃用のミサイル、対地攻撃用の長距離打撃兵器の搭載が求められている模様だ。こうした現行のヴィクトリア級潜水艦4隻を代替する目的をもって、カナダ国防省内には、昨年2023年に、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクト、カナダ哨戒潜水艦プロジェクトが置かれ、その検討を進めてきた。今回のカナダ側が発行した RFI 情報提供依頼書の内容は、この CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクト、カナダ哨戒潜水艦プロジェクトによって取りまとめられたものだと推察される。現状では、ヴィクトリア級潜水艦4隻を保有、運用するのみであるカナダ海軍が、その代替を担う新型潜水艦について、単純な数では、実に3倍にも相当する12隻の大量取得を期としている背景には、同国が接する北極海方面への警戒の重要性が増していることが挙げられる。カナダ国防省は、これまでに報道用に公開した情報の中で、いわゆる地球温暖化の進展によって、北極海の氷の量が溶解して減少し、それにより、これまでは、
氷に閉ざされた海であった同海域の戦略的な重要性が高まるとの見解を示していた。これは、もっと具体的に言えば、北極海の氷の量が地球温暖化によって減少することで、船舶の航行が容易になるため、ヨーロッパ方面と東アジア方面をつなぐ最大の交易路と化す可能性が高く、それを見越したロシアが、同海への潜水艦の出入りを増加させていると見ている。さらに、北極海のこうした状況に対しては、ロシアと同じく、中国も拡張を続ける潜水艦戦力を振り向けてくる可能性が高く、現行のカナダ海軍が保有、運用するビクトリア級潜水艦4隻では、到底対処することができないとの判断があると思われる。こうしたロシアや中国の動き自体は、何も、ここ数年で判明したことではなく、すでに、2000年以後から徐々に強まりこそすれ弱まることはないと、西側諸国の大半の国々が思い始めていた懸念だと感じられるが、やはり今も続くあの戦争の影響が特に顕著なのだろう。それは、2022年2月に正起したロシアによるウクライナへの軍事侵攻、いわゆるロシア・ウクライナ戦争であり、1991年の旧ソ連の実演崩壊以後、純粋な軍事力は、往時に比して確実に減少していたと、おぼしきロシアが、未だ、国同士の正規戦を仕掛けてくることが明白となったゆえだ。カナダは言わずと知れた NATO 加盟国の一員であり、地続きの国としては、大半がアメリカであるため、大規模な陸上戦争の発生を恐れる必要性は薄いが、北極海方面をめぐる海域の今後の動向については、かなりの危機感を抱いたと考えられる。ちなみに、周囲を海で囲まれた地理的な環境にある日本では、旧帝国海軍以来、外敵の侵攻は海上から行われることを念頭に置いており、その伝統を継承しつつ、専守防衛を掲げる中でも、海上自衛隊における主戦力には潜水艦を据えている。海上自衛隊の潜水艦隊は、2024年9月時点で22隻体制を堅持しており、古い順に、親潮型が8隻、双竜型が12隻、大芸型が2隻で、その体制が構築されており、これ以外に、練習潜水艦として、親潮型を2隻、試験潜水艦として、大芸型1隻を運用中である。これらの中で実戦配備中の潜水艦の中で最古参なのは、親潮型の3番艦、渦潮で、2000年に就役を果たしているため、今年2024年で25年目を迎えたが、カナダ海軍の現行のビクトリア級潜水艦は、それらとは比較にならない老朽艦と言える。カナダ海軍の現行のビクトリア級潜水艦は、元は、イギリス海軍が、最後の通常動力型の攻撃型潜水艦アップホルダー級として1990年代前半に就役させたもので、イギリス海軍が全ての潜水艦を原子力推進に一本化したためカナダ海軍に譲られた経緯を持つ。こうしてイギリスから4隻全てのアップホルダー級潜水艦を入手したカナダ海軍では、これをビクトリア級と改称、2000年12月から2004年10月までのおよそ4年間で再就役させたたわけだが、ここからでも、すでに、今年で25年目、通算では35年目を数える。ビクトリア級は、基準排水量で1870トン、水上排水量で2185トン、水中排水量で2400トン、全長で 70.26 メートル、全幅で 7.6 メートルの艦体を持ち、ディーゼル機関2機とモーター2機を搭載、水中の最大速度は20ノットで、乗組員数は48名で、最大8週間の連続航行が可能となっている。また、潜航深度はおよそ200メートルほどと控えめであり、兵装は、艦首部に6門を備える533ミリ魚雷発射艦から、アメリカ製の MK48 超魚雷とハープーン追艦ミサイルを運用可能であり、これは海上自衛隊の潜水艦とも共通する仕様と言えるだろう。さて、今回の RFI 情報提供依頼書によって、このビクトリア級の代替艦となる候補は、フランスとスペインが共同開発しているスコルペヌ級、ドイツの 212CD 型、スペインの S80 型、
スウェーデンとオランダの C71 型、韓国の鳥山康政ヒロ級、日本の大芸型と召されている。これらの中では、既存のものでは、規模的には、韓国の鳥山康政ヒロ級、日本の大芸型が大型艦ではあるが、対地攻撃用の長距離打撃兵器の搭載という要件を現状でクリアしているのは前者のみで、就役中のバッチ1でも、6セルの VLS、垂直発射艦をすでに実装している。日本のマスメディアの一部では、大芸型が、カナダ海軍の新型潜水艦の有力な候補だと紹介しているものも散見されるが、ご存知のように、日本は、これまでに、潜水艦の輸出実績はなく、対地攻撃用の長距離打撃兵器という要件のクリアも課題になる気がする。2024年9月に発行され、具体的な調達要件が明らかになりました。これによると、新型潜水艦は2028年までに契約され、2035年までに最初の艦を受領する予定で、全艦は太平洋と大西洋の両方に配備される計画です。カナダ政府は、外国での建造と輸入を通じて新型潜水艦を調達し、これには精密打撃能力を持つ攻撃兵器が含まれます。このプロジェクトは、北極海の軍事的、経済的通路としての価値が高まる中、ロシアや中国といった国々の動向に対抗するためのものとされています。カナダの新たな潜水艦戦略は、北極地域での影響力を強化し、国防体制の近代化を図る狙いがあります。